はい、どうもレイトです。さあ、本日は岐阜県関市に来ております。今日はですね、うなぎ屋さんの辻屋さんに行ってきます。はい、関市で有名なうなぎ屋さんなんですけども、今日はね、土用の丑週間ということでやってきました。それでは向かいましょう。レッツゴー。はい、着きました。老舗感がある外観ですね。いや、素晴らしい。うなぎ辻屋さん、隣もね、辻屋さん建物なんですけども、まあおそらくね、新しくこちらできた建物ですね。はい、多分来られるお客様が増えたので新しく新設したのだと思います。いや、でもね、結構早い時間に来たんですけどね、6組待ちですね。いや、さすが、まあ、土用の丑週間ということもあり、人気のうなぎ屋さんということで今待ってます。はい、まず頼んだのが骨の唐揚げです。うなぎの骨ね、めちゃくちゃ好きなんですよ。ではいただきます。いいっすね、素敵な雰囲気の店内です。いただきます。うまっ。塩味なんでね、本当に骨に塩だけかけてるんですけど、食感がうまい。うん、なんかね、スナック菓子食べてる感覚。手がね、止まらないです。さあ、来ました。鯉の刺身とうなぎの上丼です。じゃーん。うわー、めちゃくちゃうまそう。5切れ入ってますね。はい、とお吸い物。よいしょ。うわ、うまそう。ではいただきます。ではうなぎいただきます。うわ、めちゃくちゃうまそう。いい焼き加減。パリッてして、中の身はしっかり詰まってて、うまい。めちゃくちゃうまい。米もうまい、タレもうまい、全部うまい。最高。では鯉のお刺身いただきます。これね、味噌につけてね、食べるんですよ。珍しい。でも鯉のお刺身はそうか。いただきます。うん、うまっ。結構噛み応えのある身ですね。味噌のタレもね、酸味があってね、この鯉の刺身に合うわ。うまい。ごちそうさまでした。いやー、めちゃくちゃうまかったですね。やっぱり夏はね、うなぎが食べたくなります。土用の丑って夏にあるじゃないですか。これ始まった理由が江戸時代からなんですけども、もともとね、夏ってうなぎ全然売れなかったんですよ。なので売れない夏にね、どうしようって考えた中ね、土用の丑を始めてね、これ夏の暑い時期、うのつく食べ物を食べるといいということで、梅干しとかウリとかうどんとかあるんですけども、そこにうなぎを加えようっていうね、諸説があるんですけども、まあ、そういう土用の丑を始めたことによって、江戸時代ではこの夏にうなぎが繁盛して、他のうなぎ屋もね、真似するようになったそうです。そうっすよね。だってうなぎの旬って冬なんすよ。で、養殖のうなぎはね、この土用の丑に合わせて夏旬にしてるらしくて、やっぱりね、こういった土用の丑っていうのはうなぎ屋にとってはね、続ける上では大事な一大行事なんだなと、そういった歴史をね、学んで感じました。で、この関辻屋さんはですね、創業160年です。すごいっすよね。160年っていうと、まあ江戸の末期ぐらいに作られたのかな。そんな昔からある老舗のうなぎ屋さんということで、めちゃくちゃうまかった。他のうなぎ屋さんはよくね、蒸したりするんですけども、この辻屋さんのうなぎは蒸さずに備長炭で二度焼きして、なんでパリッパリのね、うなぎが食べられるんですよ。はい、
個人的にね大好きな食感なのですっごい良かったです。ぜひね皆さんも辻屋さんに行ってみてください。僕のチャンネルはこのように岐阜のグルメ、岐阜のスポットを紹介しております。不定期更新なのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では皆様また次の動画でお会いしましょう。またねー。